またいらしていただきまして、はい、ありがとうございます。久しぶりです。前回はありがとうございました。こちらこそありがとうございましたすごい体の調子もその後良くて、はい、肩とか腰とかも前回に比べてすごい良くなりました。あ、それは痛みを感じなくなりました。あ、それは本当良かったです。ありがとうございました。あのこちらでも動画が結構好評で、はい、あ、よかったです、はい、ありがとうございます、はい、今日ちょっと皆さんのリクエストもあって、はいはい、ハンドリフレーをやらせていただこうかなと思うんですが、はい、ですよろしくお願いします。はい、じゃあプリムできますね、はい、あ、もう気持ちいい。ちょっと突っ張りますね。力入りやすいですねです、うん、なんか肘とか楽に置いちゃっていいですか。これで大丈夫です。あ、もう気持ちいい。ちょっと突っ張りますね。力入りやすいですね。うん、なんか肘とか楽に置いちゃっていいですか。これで、はい、大丈夫です。夏尾さんって何もできるんですね。はい、いや何もできないです。なんか何もできない中で、あの一応その仕事だけはなんとかできてるっていうぐらいです。なんか動画拝見したんですけど、はい、その顔とかもやってて、あ、はい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 、何でもできるんだと思って。あ、体のことはそうですね。一応いろいろ割とその前に勤めてたところが少しこう、はい、頭だったり足だったりいろいろ広範囲、はい、腕だったりっていう感じで結構こう部分別でもあのメニューがあったりしてたので、はい、それを受けてちょっとこう、はい、凝ってますね、この辺 ね、あのちょっとゴリンゴリンっていう感じが、うん、痛くはないですか。はい、痛くないです、はい、気持ちいいです、はい、ちょっとあれですか、はい、お腹冷えてたりしますかね。あ、お腹ですか。うん、冷え性って言われます。あ、ちょっとね、あの ここ、はい、ここもそうなんですけど、はい、ちょっと血管が目立つじゃないですか。血管目立ちますね、ね、ちょっとこう青い血管が見えるっていう方は、はい、これこの辺ことは大腸の状態が出たりするので、はい、あの、まあ、ちょっとお腹下しやすいとか。下しやすいです。あ、ですか。あ、そうそうそう、ちょっとねお腹が冷えたり下ったりしてる時に青く見える、はい、あ、そうなんですか。はい、はい、っていうのがあります。結構、はい、年がら年中お腹痛いんですよね。あ、そうなんですか、はい、ちょっとこう過敏な方っていうか、デリケートですね。お腹だけは。ああ、そうなんですね。お腹だけデリケートです。過敏性大腸症候群とかありますよね。はい、なんかちゃんと調べてもらったことはないんですけど。あ、はい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 、なんかとりあえず痛いです、お腹が。あ、そうなんですね。なんか妹とかもお腹弱いんで、うんうんうん、なんか勝手に遺伝なのかなって思って、はい、特に病院とか行ったことはなくて、まあその出しちゃえばスッキリするっていうか、はい、その件に関してはすごい、うん、会長なんですよ。はい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 、なんですけど今痛くなりやすくて、痛くなりやすいですね。あ、まあ、そうですね、まあ、体質っていうかね、それにそうすることによって、まあ、逃してるというか、まあ、それで保ってってる、そのキープできてるのであれば、うん、そういう出方の人、まあ、アトピーの人がいたりするように、うん、その出方の一つなんですね、まあ、その人にとってのストレス解消だったりデトックスだったりっていうのが、うん、まあ、そっちからで、うん、はいはい、割とだから、うん、その分それで肌は結構綺麗とか、うん、なんか別それでそういうことはあるけど、特別こう大きな病気とかはしませんみたいな。そうです。はい、うまくそこで、まあ、逃せてるというか、バランスとっていうと、ね、まあ、ちょこちょこちょっと辛いけど、でもすごく辛くなることはないみたいな。ないですね。はい、熱とかも、うん、めったに、風邪もめったに引かないですし、うん、そうですね。そしたら多分ちょっとそういう、まあ、傾向の人っていうところはあると思う。ただやっぱりまあ、なのでそんなに確かにおっしゃるように、まあ、体質というか、うん、なので心配もそれで落ち着いてるのであれば心配はないんですけど、どちらかといえば、まあ、こうちょっとねそれここね温めてあげるだけでも、そのいい影響がいい、ね、そうちょっと擦るような感じ、うん、こうやってやったりとか、
それぞれ自分でもできますもんね、はい、そうだからまあそういう子を自覚して、うん、そこをいたわるような、うん、腹巻きしたりとか、うん、っていうところで、はい、あのいたわってあげるとか、うん、あのこう気をつけといてあげるといいかと思いますね、うん、確かに、はい、知ることって大事ですよね。そうなんですよ。だからそういうもんだからと思って、うん、あのまあ、何もしないっていうふうにしちゃってると、うん、なんかだんだん悪くなってきちゃうとかいうこともありえるので、うん、でしかもちょっともともとそうだしなとかって思ってると結構ほったらかしみたいになっちゃったりするので、まあちょっとやはりね少しこうそうは言ってもね、あの生活仕方次第でもっと改善できたりする場合もあるので、まああのそういう意味ではね少しこう気をつけておいたり、あのやってあげたりする方がいいとは思います。できることから始めています。そうですね、本当普段にこうちょっと手のマッサージっていうかこうちょっとこうやってこすったりするだけでもいい影響があるので、すごい気持ちいいです。気持ちいいですよね。はい、結構ねちょっとあの力が入りやすいっていうのもあるので、そういう方結構やっぱり胃腸に出やすいっていうのはあるので、そうですね、なのでこうまあこういう手のマッサージもそうですけど、深呼吸したりとか、はい、そういう形でもこうはい体をねちょっと力まないようにリラックスするようにしておくっていうところで、温めたり呼吸気をつけたりっていうのでやってあげるとよりねちょっと健康的に痛い時間が少なくなるかもしれないので、確かにどちらかというと常に動いてるタイプというか、あんまり仕事中とかも何かしなきゃみたいな、あ、ね、気を張ってるような、そうかもしれないです。あ、なるほどね。そうですね、それが結構肩こりにつながったりもするかと思うので、うん、少しねやっぱり日頃のリラックスをね、うん、してあげておくといいと思いますね。加減はどうですか。なんかじわじわ暖かくなってくるのも、感じます。そうですね、手がだんだん温まってきてますね、腕の張りもやっぱり多少ありますね。ありますか。ちょっと硬い、少し痛いかなと思うんですけど、痛気持ちいいような感じですよね、はい、知らないうちに結構ね、この手が一番よく使うので、手ってすごいツボが多いって聞くんですけど、あ、はい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 、マッサージすると体にもいいんですか。うんうんうん、そうですね、あの手と足って、
反射区って言って、はい、リフレックスゾーンって言うんですけど、はい、こう体のいろんなところ、はい、全器官とかに対応するようにこうあるんですね、はい、その、まあ、反射体っていうんですけど、はい、その、まあまあ、壺ではないんですけど、うんうん、その体と対応する部位がそれぞれにあるので、うんはい、それをやってあげるってことは全身をマッサージするのと、うんまあ、近いというか、うんはい、なので、まあ、手をやるってことはこう健康とか、まあ、あとこう頭とかにもすごくいいと言われてますよね。この、はい、あのリラックス効果ですとか記憶力ですとか。すごい。そうなんですよ。結構こう手をよく刺激動かす人はボケにくいとか言いますよね。すごい聞きます、ね、そうなんです。手をよくね、うん、あの揉んだり動かしてる人は、うん、結構頭もシャッキリしてる、うんうん、それだけこう手と脳というのが密接な関係にあるので。そうなんですね。まあ、やっぱりこう脳がね司令塔なので、うん、体の、ね、管理っていうか、うん、状態を把握したり動かしたりするのも脳が働いてるので、うんうん、やはりそういう意味で手をマッサージしてあげることは脳や体にいい影響があると、うんうん、手だったら自分でもマッサージできますもんね。そうなんですよね。こう見たりね触ったりが非常にこうやり、うん、足よりもね、はい、はい。ちょっとこうツボもあるんですけど、こういうこことかね、すごいグーッときますよね、はい、いろんな全身の炎症を和らげる作用があるので、頭痛とか肩こりにも効きますし、はい、指の関節ね、やや硬い感じありますね、うん、ちょっと、まあ、あの緊張しやすいというか、そういうふうにこう気を使ったりしているので、はいまあやっぱりこうリラックスしてなくて、まあ、握る方がこう多くなっちゃってるので、反らすのがちょっとしづらくなってる、うんまあ、こうやって意識的にやってあげないとね、やっぱりなかなかあのこう伸ばせてないですからね、うんはい、普通には出てこない動作なので、うん、特に緊張してる方はやっぱり知らず知らずにこう、はい、手がね握ってしまってるので、そうなんですね。自分で気づかないですね。そうですね。こちらもね、ツボがあります。はい。入れてますよね。はい。なので行きますけど、はい、今一旦これで単体の手で、ねはい、お願いします、はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you。